おはようございます。時刻は7時を回りました。この時間はウェザーニュースライブモーニングをお届けします。担当は魚住真由です。よろしくお願いします。夜じゃないですよ、これ Now じゃないですからね。ライブです。こちらは昨夜の真岡市の花火大会の様子です。素敵ですね、夏よ。あ、雷もちょっと光ってますが、無事開催することができて、そう、夜ちょっとねピカーってなるタイミングもあって、まあでも花火はくっきり見えているので、はあ、そっか、ドローンの飛行もあったということで、見られてた方もいらっしゃるかな。やっぱ 4K はすごいですね、画質が綺麗ね。ねえ、パッとこう買って、おー、雷すごい、なんか見るところがいっぱいありますね。こうやっぱり我々は雷もちょっと注目しちゃいますよね。ついこう目がいってしまいますけれども、素敵な花火見ていきました。さあ、こんな花火見ておりますが、今日もね花火あるんですよ。まあ、日曜日なので、アプリから花火天気チャンネルで今日開催の花火大会見ていくと、各地でありますね。中部、なんだろう、燕大花火大会、何県、どこだろう、愛知ではないかな、あ、新潟だ、新潟で、そうか、大花火大会何発なんだろう、2200発、すごいですね。関東はね、第65回日立港祭りあるんですって。おお、2000発で9万人の方がいらっしゃるお祭り、すごいですね。お魚、お魚センターで下車し徒歩5分。なんかすごい今もうふえって目に留まっちゃった。お魚センターってあるんですって。ちょっと気になる。お魚センターの方がちょっと気になっちゃった。港だから魚介があるのかな、気になる。ちょっと行きたいわ、お魚センターねえ。いや、このように花火天気チャンネルでは花火のね、あの打ち上げ数とか、あとは交通アクセスとか、あとは交通規制の情報、詳しい詳細の情報をご確認いただくことが可能です。ぜひこのね、夏思い出作りに花火大会行きたいなっていう方は、この花火天気チャンネルから花火大会探していただければなと思います。また今日もですね、栃木県から花火の中継を行いますよ。今日は栃木県小山の花火です。小山の花火、はい、小山サマーフェスティバルというみたいです。すごい、なんと2万発、なん、7時5分から配信、あ、こちらもドローンショーがある、あ、本当だ、すごい、いいですね。歴史があるね、花火大会で、でもあのドローンっていう最先端のその技術も合わさって、ね、進化しているんですね。すごい、いやー、いいですね。行かれる方いらっしゃいますか、どうかな。ぜひあのその当日の天気とか気温も確認しつつ、まあ、涼しいところでねゆっくり見たいわっていう方は、この 4K 配信を楽しんでいただければと。遊園地があるんですか、小山遊園地、いいですね。遊園地は久しく行ってない、あー、おいでやす行きたいですね。栃木県行ったことないので、いつか行ってみたいなって思うんですが、この時間私は寝ておりますねもうすでにベッドですけれども、あの皆さん夢の中でね、私はちょっと花火見ようかなと思いますし、皆さんはぜひぜひ、はい、見ていただければと思います。お山7時5分ボンベッド、お山ですよね、本当にねはい、ということで皆さんはぜひお楽しみください。さあ、そんな素敵な花火の前で今日のお衣装のお話しさせてください。じゃーん、トップスはですね、この袖の部分がパフッとなったもので、首元が
尾獣がついているトップスです。この尾獣もランダムにこう形とかパーツが違うものがつけられていて、ちょっと映りづらい、私自身も今見えないですけど、とってもね素敵です。そして、スカートですけど、これワンピースじゃなくてスカートなんですよ。ツーピースで真ん中にリボンありまして、これは外すこともできますね。ツーウェイ、これもベルト通しがあるので、取っちゃったらもうねギンガムのスカートになるし、ちょっと変化としてリボンつけても、縛る位置とかでもね雰囲気も変わってくるかなと思います。今回ねスタイリストさん真ん中で締めましょうっていうことだったので真ん中にしてみました。いかがでしょう。これ本当ね多分ね横とかにするとまた雰囲気変わると思います。今ちょっとマイクで固定されちゃってるけど。そしてこのスカートすごいんですよ。なんとほらポッケポッケがついてるの、嬉しい、便利。なんかこうあると便利なポッケちゃん、携帯とかねシュッて入れれるじゃないですか、ハンカチとかね。ぜひぜひ、あ、ぜひぜひポッケ使ってくださいって言おうとしちゃったね。このポケットもついてる、お菓子入るの嬉しいですよね。便利なスカート、でもギンガムチェックとっても素敵でデザイン性がある可愛いスカート。こちら上下ミッシュマッシュさんのものとなっています。そしてお耳ですけれども、こちらはね、なんていうのかな、キュルルンってなってる、形のクルルルンってなっているイヤリングなんですけど、こうはめてキュッてして調節できる、あ、もうなんかね難しい。自分の一回耳の幅に設定しておけば、次回からキュッて挟むだけで装着が可能というとっても便利なアイテムですねはい、キュルルルンってなっている素敵なものです。こちらミミ33さんのものです。はい、ぜひインスタグラムの方にもね載せさせていただきますので、そのキュルルン具合もね見ていただければなと思います。以上、ここまでは衣装協力のお話でした。